皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。では有罪無罪続きやってまいりましょう。では、まず最初の休憩に入ったところからスタートですね。第一声、長沼さんの難しいから始まります。法律用語とか出てきてもうちんぷんかんぷん。もっとわかりやすく説明してくれればいいのにな。ねえ、それは思う。でも危険運転の裁判としてはかなり特殊な印象を受けたわ。と、特殊な印象ですか。私の知ってる裁判ではこういうケースの場合、被告人はお酒を飲んでいないとか、危険運転には該当しないと主張するものがほとんどで、運転の事実そのものを認めないというのは私の勉強不足かもしれないけど、正直聞いたことがないわ。もうこれはコナンの息じゃない。いや、あかんな。コナンもな、結構あいつ推理ちゃうからな。あれデタラメやからな。この間ちょっとコナン不安に怒られるかもしれんけど、嘘やろみたいなトリックばっかりやからな、最近は。まあ最近のコナンって言っても私の知ってる最近のコナン10年以上前なんですけどね。難しい裁判で皆さんにはご苦労をおかけします。用語が難しくてわからないという意見が長沼さんから出ましたが、よくわからなかった言葉などがあれば解説させていただきますよ。小休憩ですのであまり時間はかけられませんが。はーい。検察官の人が言ってたんだけどさ、呼気1リットルにつき 0.8mg って何のこと？あのアルコール測るやつやろ。お酒のアルコール濃度よね。ほら、警察がよく酔ってる人に対してする検査よ。はーのやつね。ああ、あの風船膨らませるやつ。風船膨らますのはこれ、この時って、なんか私、棒みたいなやつに、はーのイメージしかないねんけど。私もやったことがあります。佐伯ちゃんそうなんだ。やましいことがなくても緊張するんですよね、あれ。あら、あんた前科持ちだったの？前科持ちって。もしかして飲んでたの？もちろん飲んでませんよ。経験のある方もいらっしゃるかと思います。道路交通法では呼気、つまり吐いた息のアルコール濃度が1リットル中あたり 0.15mg 以上の場合を酒気帯び運転と定めています。ちなみにこれは一般的に言うとほろ酔いでいい気分の状態ですね。 0.15mg でほろ酔い。じゃあ被告人の 0.80mg というのは泥酔、酩酊状態だったと言っていいでしょうね。基準を大きく上回っています。被告人もよくそこまで酔っ払えたものね。最近はね、車乗ってる人にお酒飲ませたお店も悪いってなるし、運転してる人が酔ってるって分かってて同乗してる人にも罪がいくよね、もう今は。そんな状態で10分も運転できたことの方がすごいわよ。他に分からないことはありますか？じゃあね、規範意識って何？規範意識とはマナーや道徳を守ろうとする意識のことですね。じゃあ規範意識の低さがどうとかって言ってたのって、要するに被告人はマナー違反の悪いやつだって言ってたのよ。あー、わかりやすーい。いえ、それはちょっと極端すぎますが、あ、用語がわからないとかではないんですが、俺からも質問していいでしょうか。もちろんです。どうぞ藤崎さん。被告人の部下という男性が傍聴席にいましたよね。あ、いたよね。突然あの男よなんて言うからびっくりしちゃった。結構ちゃんと話聞いてるよ、長沼さん。そう、その部下の男性、大島さんでしたっけ。事件の当事者が傍聴席にいてもいいものなんですか。基本的に傍聴は自由ですので問題はありません。そうですね。ただ事件に対して感情的に法廷で騒ぎ立てるような方には、残念ですが私の権限を持って退廷していただく場合もあります。ちなみにそれは僕たちにも当てはまるってことですか？
よほどのことがあった場合には、その方を解任させていただき、補充裁判員の方を新たに裁判員に選任することはありえますね。気をつけなさいよ、あんたたち。感情的に騒いだりして解任なんてことになったら、恥ずかしくてしょうがないわよ。みんな黙っちゃった。何よ、あんたたち急に黙って。コホン、間もなく時間のようですね。ではそろそろ法廷に戻りましょうか。このおばちゃんが一番感情的になって退廷させられそうやけど、やっとあの女社長の言い分が聞けるわけね。なんだかドキドキするね。案外長沼さんみたいなタイプが柔軟性があってね、考え方に。最後までしっかりお勤めするんやと思うよ。弁護人冒頭陳述をどうぞ。いつもこの弁護士やね。決まってんのかな？弁護人の冒頭陳述。つまり被告人の主張がこれから始まるんだ。罪状認否でも触れましたが、弁護人は被告人加賀谷和子さんの無罪を主張します。弁護側は被告人の無罪を以下の2点を中心に主張します。まず第一に、被告人の加害車両に同乗していた大島さん。彼の供述には合理的な疑いがあるということです。本件には目撃者がおらず、また事故の当事者である被告人が当日泥酔状態だったため、事故に関する正確な供述ができない状態になりました。つまり、警察の実況見分による事故の状況の把握、そのほぼすべてが、車に同乗していた大島さんの供述に依存していました。被告人は泥酔状態だったため、供述は信用できない。男性はまともに話せる状態で、理路整然としていた。ただそれだけの理由で、検察官は大島さんの供述を信用し、被告人の訴えを退けてきたのです。目撃者がいないか。そういう事件は警察も確かに捜査がやりづらいんだろうな。事故の目撃者を探していますという看板をよく見るけど、あれってこういう事故のための看板なんだな。確かなんかあれはさ、双方の意見が食い違った時に第三者の目で、みたいなので募集するんじゃなかった？つまり被告人が運転していたという、大島さんの供述そのものが虚偽であり、あたかも被告人が加害車両を運転していたかのように見せかけた。偽装工作が行われた可能性は否定できないのです。偽装工作云々って裁判で立証することなの？これは警察の仕事じゃなくて、大島さんの証言が虚偽で偽装工作が行われた。わからない。もう常にこれは、わからないでいくしかないけど。ここで判断するのは早すぎるのかもしれない。もっとしっかり話を聞かないといけないな。第二に、被告人の規範意識についてです。検察官は被告人の規範意識の低さを主張していました。被告人は確かに約1年前に飲酒運転で罰金刑を受けています。しかしそれから今日に至るまで被告人は飲酒時の移動の際にはタクシーを利用したり、同席した部下の方に運転を頼んだりするなど、同じ過ちを犯さぬよう手を講じてきたのです。このことからも被告人の規範意識はむしろ高いものであり、過去の飲酒運転を深く反省していると弁護人は主張します。二度と繰り返す前としていた被告人が泥酔という、極めて危険な状態で果たして車の運転をするでしょうか。検察側の主張には合理的な疑いがあります。一般的な感覚で言えばさ、その前科がついちゃったらさ、もういろいろめんどくさいわけやん。その手続きからさ、前科ついたっていうその負い目とかさ、ってなると普通の人間やったらもう二度とせんとこって思うと思うんやけどね。
だから気をつけてたんじゃないかなとは思いたいけど。被告人は以前捕まってからは反省してたってことか。まあでもそもそもそれだったら飲みに行く店にさ、車で行くなよって感じやけどな。もうそもそも電車かタクシーで行きゃいいのにな。そしたら帰る足がないからさ、車なんか間違っても乗らんやん。よって弁護人としては、事故当日に加害車両を運転していたのは大島さんであり、事故を引き起こしたのもまた大島さんであったと推察します。事故が自らの社会的地位に与える影響に恐怖した大島さんは、助手席で被告人が泥酔しているのをいいことに、とっさに運転事実の偽装を行い、被告人に罪をかぶせたのだと考えています。以上の可能性を否定する合理的な証拠もなく、それをもって弁護側は被告人の無罪を主張します。結論、大島さんによる事故。以上です。ここまで検察側と弁護側の主張を聞いたけど、あかんあかん、もうよくわからん、もう、これしゃあないねん、もうな。どっちつかずにせな。これから出てくる証拠を見ながらじっくり考えよう。そう、三週目やから。人生三週目やから。それでは各事実を証明する証拠を取り調べましょう。証拠調べ請求ね。検察官の証拠申請に対し、弁護人は何か意見がありますか？すべて同意します。わかりました。証拠書類の取り調べ方法については、弁論前整理手続きで決めたように、用紙の告知でよろしいですか？はい、結構です。では、検察官は用紙を告知してください。では、まず、事故現場の状況を裏付ける証拠について説明します。いつもこれが証拠であって証拠じゃないのよね。現場に赴いた警察官作成による実況見分調書。調書内の現場見取り図によりますと、後方街道を練馬方面に走行していた加害車両は、8月11日の午前1時ごろ、練馬区本町付近で、対向車線に大きく進入し、両車両は接触しました。接触後、加害車両は歩道脇の電柱に衝突し、加害車両は車道の脇のぬかるみに進入し停車しました。なお現場は事故発生前まで雨が降っていましたが、事故直前に雨は止んでいました。事故現場の周辺状況や前提条件などがこの証拠により明らかです。事故の発生は深夜1時か。人通りのない道だったら目撃者がいないのも納得。次に現場に赴いた鑑識官による写真撮影報告書について説明いたします。事故後の加害車両及び被害車両の状況を写したものであり、事故による被害の程度がこれによって明らかです。あ、被告人の車。YK3000 だ。何？どうされました、はすみさん。あ、いえ、何？なんかすごい、あれなんかな？特殊な車なんかな？待って、もしかしてこの人すごい重要なこと知ってるんじゃない？この車はこうなるはずがないみたいな。被害車両の車内時計は0時59分で停止しています。これは事故の衝撃により時計が停止したためであり、事故発生の時刻がこの証拠により明らかです。なんか今の怪しいよな。YK3000 だって。また先ほどの現場見取り図からもわかるように、警察救急の到着時、加害車両の運転席側周辺には足跡は一切残っていませんでした。また、助手席側に残っていた足跡は鑑定の結果、サイズ 27.5 センチの紳士靴用のものであると判明しています。
これは被告人の車に同乗していた大島さんの靴底と一致しています。また歩幅や歩き方の癖などを分析した結果も同様に、身長が150センチである被告人のものではなく、身長183センチの大島さんのものであると推測できます。でかいね、183 183で 27.5 って、靴のサイズってちょっとちっちゃめなんかな。なんか紳士靴の平均27ぐらいのイメージあんねんけど。つまり現場には被告人が事故当時履いていた靴の足跡はなく、したがって被告人が事故後一歩も加害車両から降りていないことが明らかです。難しくてちょっと分かりにくいけど、現場に残っていたのは大島さんの足跡だけってことか。んで、運転席側には足跡がなかったと。まあいくらでもやりようはあるけどね。まあでもそこまで事故にあって、とっさに大島さんに全てをかぶせてやろうって、大島さんちゃうわ、どっちやった大島さんがあれか、男の人の方か。被告人の名前忘れちゃったな。まあでも事故を起こしてとっさにね、人に罪なすりつけようって思った場合、運転席側から出たら足跡つけるなって、頭回るかって言ったら怪しいもんね。被告人は犯行自体は否認していますが、次に提出する2点の証拠については認める供述をしています。2点のうち、まず被告人が車両の運転をしていた事実を裏付ける証拠を提出します。加害車両の車内見取り図を見ていただければわかる通り、加害車両の運転席はシート位置、ミラーの角度ともに被告人の体格に合わせて調整がなされていました。これは被告人が日頃から運転時に調整する状態であり、この点については被告人も認めています。あー、シートの位置ね。次に、通報を受けた警察が現場に到着した際、運転席にいた被告人が履いていたパンプスを提出します。これは被告人が日頃から運転時に履き替えていたもので、加害車両内に常備されていたものです。事故当日、被告人がパンプスに履き替えていたことは被告人も認めています。あー、運転するときに履くやつを履いてるってことね。運転席のミラーとバックミラーの角度は被告人がいつも運転するときの状態に調整されていたということ。被告人が運転席で発見されたとき履いていたパンプスは間違いなく被告人のもので、車内に常備されていたこと、この2点については争っていないんだな。次に、救急の到着時、被告人が運転席にいたという証拠について説明します。車内で目を覚ました大島さんが通報した際の所轄消防署署員作成の出動記録です。これによると、通報出動が午前1時30分、その5分後には警察、救急ともに現場に到着しています。到着の際、運転席で泥酔していた被告人を発見しています。このことからも、被告人が加害車両を運転していたことは明らかです。次に、被告人の泥酔状態を示す証拠について説明します。被告人が事件当日、飲酒をしていたバー、シエル練馬において、注文を受けた際に記入されたバーの伝票です。なんか、証拠っていうかって感じよね、これ。その証拠には提供したアルコールが1杯単位で記入されているため、被告人が当日摂取したアルコールの分量がこの証拠により明らかです。次に、事故現場から病院に搬送中に目を覚ました被告人に対する、現場警官作成の酒酔い鑑識カードについて説明します。呼気検査の結果、被告人の呼気アルコール濃度が1リットルあたり 0.8 ミリグラムという、
極めて高いアルコール濃度を示しています。これは酒気帯び運転の基準である 0.15mg をはるかに上回っているものです。言動は乱暴になり、口調は呂律が回っていなかった様子、また泥酔状態のために立ち上がることも困難だった様子が明確に記録されています。あれやんな、まっすぐの線の上歩かされるやつやんな。証拠書類及び証拠の提出は以上です。加えて証人2名への尋問をしたいと思います。検察官の提出した証拠でいろいろなことが分かった。ちょっと整理してみる必要があるかな。整理してみるかな。情報を整理してみよう。なんか新しいな、これ。こんなんなかった今まで。被告人は事件当日泥酔状態だったみたいだ。バーの伝票も証拠として提出されてるし、先酔い鑑識カードだったかな、あれにも随分詳しく被告人の状態が書かれているみたいだ。被告人が泥酔状態だったのは間違いなさそうだけど、もう大丈夫か。大丈夫やな。弁護側、証拠について意見はありますか。特にありません。弁護側から控訴事実について提出する証拠はありますか。はい。証拠等関係カード記載の通りの、証拠等関係カード記載の、ちょっと待って、これ分からへん。証拠等関係カード記載の通りの証、おぉ、ま、これ切り方めっちゃ難しい。どこや、どこで切んねや、一回。検察官ご意見は？同意します。証拠書類の取り調べ方法は、公判前整理手続きで決めたように、用紙の告知でよろしいですね。しかるべく。それでは、弁護人、用紙を告知してください。はい。弁護側は、被告人が1年もの間、運転を辞職していたという証拠を提出します。これは飲酒運転の罰金刑の後、移動の際に利用したタクシーや代行などの領収書です。こんだけ使ってんねんでって。次に、現場の車内から発見されたピンヒールを提出します。検察官はパンプスは運転のためと主張していますが、被告人がパンプスに履き替えたのはかかとが折れたためであり、運転をするためではありません。証拠書類及び証拠物は以上となります。終わっちゃった。いやー。被告人が飲酒をしたバーのじゃ、これ、あれ？これ、新庄くん来る？そして、事故当日に被告人の車に同乗していた部下の大島さん。2名の証人尋問と、控訴事実に関する被告人、これ私はさ、パラレルワールド的な感じやけど、新庄さんってどうなんやろ？記憶があるのかな、前世の。被告人の車に同乗していた大島さん。彼も明日、この裁判の証人として出廷するのか。その後の評議で判決内容を確定し、あさっての公判で判決の言い渡しを行う予定です。被告人よろしいですね？はい。それでは本日は閉廷し、評議に移ります。びっくりした。なんかあったんかと思った。閉廷し、てんてんてんって書くから。